劇場主配人、K486 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した一幕の音楽付き喜劇である。オペラ及びジング・シュピールではないが、便宜上、オペラとされることもある。1786年に新生ローマ皇帝・ヨーゼフ2世は、妹、マリア・クリスティーナとその夫、アルベルト・カジミール・ホンザク・センテッシェンのウィーン訪問の際に、来訪の歓迎として、 シェーンブルーン宮殿内のオランジュリーで祝祭を催すことにし、そのための音楽作品をモーツァルトに依頼した。依頼を受けたモーツァルトはすぐさま作曲に取り掛かり、1月18日から2月3日までの短期間で完成させた。初演は同年2月7日にオランジュリーにて行われた。この歓迎の祝祭では、サリエリのオペラブッファ、まずは音楽。 お次が言葉も続けて上演されており、ドイツの音楽劇とイタリアのオペラを競うという変わった思考であった。初演後、作品は2月11日、18日、25日に繰り返し上演されただけで終わり、以降上演されることはなかった。また、モーツァルトの没後に多くの作曲家たちが改訂した版の上演を試みている。台本はオペラ、 高級からの闘争を担当したヨハン・ゴット・フリート、シュテファニーによる。ただし、劇中劇の元ネタなど、当時の演劇や事情を知らなければ理解できない、言い回しが多く、演劇部分は上演ではカットされることが多い。なお、シュテファニーは1792年に出版したジング・シュピール全集において、台本を改訂している。この改訂版では、 当時批判の的となった他者による劇中劇をオリジナルに差し替えている。登場人物はこの他に、セリフのみな役がフランクを含め6人出演する。序曲は約4分。全曲は約30分。序曲と4曲から構成される。現在では、セリフで補ったり、現代風にセリフをアレンジしたり、他のバレエ音楽と合わせて上演するなど、様々な思考が凝らされる場合がある。 内容としては、劇場支配人が劇団を結成し、新作の演劇の上演を目指し奮闘するというものである。劇中劇を含む完全版は、下記のヘルムートコッホ版とニコルマット式によるブリリアントクラシックス版が入手可能である。序曲の編成は、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、 言語部出演者の内は聖域。ありがとうございます。